今回はポップアートについてアンディ・ウォーホル、うん、一番有名なポップアーティストかと思います、うん、1960年代、アメリカはまさに戦後大量生産消費時代だったんですよ ね、うん、アートもその流れを汲んで、アンディ・ウォーホルがアートも大量生産消費社会を反映して作品にしようっていうことで、うん、あのようなプリントタイプの、まあね、シンプスクリーンだったり、まあ、スープなんて大量生産の象徴みたいなものです、はい、まさにそうなんです、うん、作品として発表したら一大ムーブメントになったという流れになります。